どんうまうま。なにこれ。ここどこ。なぎくん。気がついたかい、エリカちゃん。ここは死後の世界だよ。何それ、どういうこと。私死んだの。そばし。本当にごめんなさい。実は僕のミスでエリカちゃんを死後の世界に召喚してしまったんだ。というわけなんだ。ごめんね、納得できないと思うけど。あんまりだわ、ミスで死ぬなんて。100億円パパが払うからなんとかならないの。そんなこと初めて言われたよ。今日別の人が寿命で死ぬはずだったんだけど、その人と取り違えてしまったんだ。何よそれ、取り違えはもうゴリゴリよ。何の話。そもそもあなた誰なの。なんとかしなさいよ。なんでそばしいのお面かぶってるの。僕はマガって言うんだ。一応神様、仲間にはマガジンって言われてる。マガ君って神様なんだ。そう、少年の姿だけど、これでもそれぞれの世界から召喚を担当している神様なんだよ。仲間からは召喚マガジンとか少年マガジンって呼ばれてる。マガとかナギとか2文字の男子ばっかりね。って異世界知ってる、アニメで見たわ。そうなんだ、それは話が早いね。それでそれで私どうなるの。エリカちゃんはこれから異世界に行って冒険をしてもらうことになります。イエーイ。わーい、やったー。わはははは。やったー。異世界はコラボだけにしてよ。